はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森をやっていきたいと思っております。で、動画撮ってるのが6月30日水曜日になっておりまして、ちょうどね、日付が変わったところですね。今ちょうど30日になりました。いやー、いよいよ6月最終日か。っていうことは明日から7月。うわ、マジかよ。全然実感湧かないわ。去年もそうなんだけど、何なんだろうね。全然夏って感じがしないんですよ。皆さんはいかがでしょうか？夏って感じしますか？僕はマジで全然しませんよ。なんだろうね、あまり暑くないっていうのもあるんだけど、まあ気分的な問題なんかな。とにかく全然夏が来たって感じがしません。さあ、そういったところで今日はね、視聴者さんから突然あつ森にメンテナンスが入りましたが、これってもしかしてアプデ期待していいですかね、こういったコメントが来ました。具体的に話していくと、6月29日の午後2時前に任天堂サポートがこういったツイートしてたんですよね。まあ実際にメンテナンスが約2時間ぐらい行われたわけなんですが、見ていただいたらわかる通り、動物の森の公式ツイッターさんもリツイートをされております。で、こういった形で2時間ネットワークメンテナンスが入ったわけなんですよね。で、これがアプデの準備じゃないかっていう話が若干出回ってるわけなんだけど、まあ、そこについて回答させていただければと思いますね。まあ、結論から言うとアプデは関係ないと思います、残念ながら。まあ突然ね、メンテナンスが入ったらあれって思うかもしれませんが、いや、これはねアップデートではないかな。厳密に話すと、こちら任天堂の公式ホームページから抜粋したものになるんですが、もうちょっと詳しく見ていきましょうか。各ネットワークサービスの現在の障害状況とメンテナンス情報をお知らせしますと、下に株式会社ポケモンで出てるんですが、まあこれはね無視しておいてください。そして各サービスの稼働状況は、更新に延滞が生じることがございますと、あらかじめご了承くださいって書かれてますね。で、そのすぐ下に現在の障害発生状況って書かれてると思います。要するにネットワークメンテナンスっていうのは何を指してるかっていうと、そのままの意味になるんですが、障害に対するメンテナンスなわけですよ。まあ今回ですね、具体的にどういった障害が生じていたのかっていうのは任天堂公式から報告されてないからわからないんですけど、ただ少なくとも何らかのバグとか不具合とか、ないしは定期メンテナンスなのかわかりませんが、ネットワークメンテナンスがたまたま行われてたっていう、まあそれだけの話なんですよ。マジでそれだけの話なので、アップデートとかは全く関係ないです。まあ結構ね、コメントでアップデじゃねとか、ツイッターとかのリプとかでもアップデじゃねとか来てたんですけど、残念ながらね、アップデートではないです。あとアップデートで思い出したわ、そういえばアップデ情報マジで来なかったな。まあ、来ないっていうのは分かっていたんだけど、改めて来ないって分かるとなんか反応に困るよな。あ、やっぱり来なかったんだみたいな。まああれですよ、謎のアップデートに関しては7月まで待ちましょう。もうそれしかないよ、待つしかないんだ自分たちは。なあ、ちゃちゃ丸、金くれ金くれってめちゃくちゃうるせえな。勝負するならいつでもバチコイだぞ。そして俺がこないだあげた子供の日の帽子のやつ被ってくれてるじゃねえか。ではそんな君にはね、めちゃくちゃ久しぶりに、約2ヶ月ぶりにプレゼントあげようか。え、これさ、フラワーシャワーってあるじゃん。これあげたらさ、手に持ってくれたりするんかな。いや、ないか、それは。あ、それはないわ。なんかあげるか仕方ねえから、何あげようかな。めっちゃ久しぶりだな、コードレス電話。あ、なんかこれはね、確かクリスチーヌからもらったやつかな。確かね、これもらった記憶ありますね。ではこれあげようか。はいよと、たまたまね手元にあったからこれあげるわ。何？大々 T シャツだと？おーし、早速着替えてみるか。着替えていく。あ、待って。普通に似合ってる気がするわ。待って待って。普通に似合ってません。ね、レインボーやな。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ところでさ、夏休みって、具体的に今年っていつぐらいから始まるんですかね？もしよろしければ、皆さんの夏休みのスケジュールとか教えていただければありがたいですね。そうそうそう。動画の投稿頻度どうしよう？時間帯とか。ちょっと悩んでるところなんですよね。まあ、多分ね、7月の3週目ぐらいから夏休みなのかな。まあ、多分7月の20日前後ぐらいから始まる人が多いんじゃないかなと思ってんだけど、もしよろしければそこも含めてコメントいただけるとありがたいですね。まあ、地域によって全然違うからね。多分関西と関東でも結構違うでしょう。まあそういったところでよろしくお願いいたします。けど今年の夏はどうしよっかな。結局ね、またまた引きこもりになりそうだわ。どこも行かないみたいな、ずっと家にいて実況するみたいな、そういった生活になりそう。けど夏はさ、面白いゲームが出るからいいよね。どこのゲームメーカーも
新作のゲームをどんどん出しますから、やっぱり任天堂の目玉だとゼルダになるんかな。ゼルダのスカイウォードソードだっけ、合ってる、間違ってたらごめんなさい。あれのスイッチ版が出るみたいですね。僕はねゼルダめちゃくちゃ苦手なのでやるかどうかわからないんだけど、ちょっとあれねやるかどうか悩んでるところですね。皆さんやりますか。まあブレスオブザワイルドの続編はやろうって考えてんだけど、スカイウォードソードはねちょっと悩んでるところかな。スカイウォード、スカイウォー、わかんねえわ。もうどっちでもいいわ。あとはまあストーリーズであったりとか、スカイであったりとか、オラナツだったりとか、まあいろいろゲーム出ますからね。まあとりあえずねやれるものはやっていこうと思ってます。去年の夏はペーパーマリオやってましたね。懐かしいな、ペーパーマリオ。あれめっちゃ面白かったわ。やっぱ RPG 最高だよな。そしてチャチャマルどうした、一流のアスリートにとっては筋肉の次に大切なのが爽やかさってやつだからな。そうなの。いやわからないけどさ、いやチャチャマル一流だけじゃなくて二流でも三流でも四流でも爽やかさは重要だぜ。っていうかアスリートだけじゃなくて普通の人にとっても爽やかさは重要よ。ほんとだよ。このお口を大きく開けた笑顔とか最高だよね。とにゃー、口角が綺麗に上がるようほっぺにある口角挙筋。何これ、あ、こういう筋肉があるっていうことね。口角挙筋初めて聞いたわ。あーなるほどなるほど。なんかさ、口角挙筋っていう筋肉があるみたいなんだけど、まあ、口角を上げる筋肉なのかな？ってことはさ、この口角が上がる筋肉を鍛えたら、滑舌が良くなったりとか、喋ってて疲れにくくなったりとか、歌手とか実況者とかは、結構重要そうな筋肉やな。なるほどね。チャチャマルはそういった重要な筋肉を毎日鍛えてるっていうことか。っていうかさ、どうやって鍛えるんだろう？まあ、喋ってるだけで鍛えられそうな、イメージはありますけどね。まあ、例えば、上腕二頭筋とか、上腕三頭筋とかだと、まあ、筋トレしないと、まず間違いなく、鍛えることはできませんが、ただまあこういったね口の周りの筋肉とかはやっぱり口の周りの体操とか発声練習とか、あとは喋ったりとか、そういったことをするだけで結構鍛えられるんじゃないの、知りませんけど。鍛えるときには顔の半分だけ笑いながら怖っ、顔の半分だけ笑いながらってどうやってやるんだ。たまにさ、なんかできる人いるんだけど、あれってどうやってやってるんだろう。どう考えても難しいよね。できる人すごいわ。片っぽの目をつむるんだけど、これがなかなか難しいんだ。金くれい。すごい。半分笑顔のチャチャマルくん。面白いだろうな、金くれい。半分笑顔。怖すぎだろ。半分メイクより怖いわ。てかさ、なんかやたら案内所の前にみんなやってくるな。懐かしいね、この気分。最近さ、案内所の前に行っても住民たちいませんからね。こんなにいっぱいいるの久しぶりな気がするわ。てか最近さ、住民たち全然走ってないな。それなんだよ、全然走ってないんだけど、多分気のせいじゃないよね。なんかアップデートが入ってから全然住民たちが走らなくなったんだけど、前までさめちゃくちゃ走ってたのに、案内所の前手広げながら飛行機の真似して走ってたのに、最近全然走ってませんからね。時間帯によるんかな、まあ、ちょっとわかりませんけど、前までは結構頻繁に走ってた記憶があるんだけどね。まあ、時間帯によるんか。うん、まあいいや。さあ、そういったところで、今日の動画、このあたりで終わっていきましょうか。まあ、これからもね、こういった形で、あつ森の動画だったりとか、まあ、いろいろね、投稿していくんで、ぜひ、気軽にチャンネル登録して、これからもあつ森動画、あとは他のゲームの動画も見ていただければ幸いです。ぜひ、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。